って何かすることが評価につながる事態、うん、じゃないや、人が多いよね。人が多い。あとあれ、出し手のクオリティの話になるじゃん。そうですね。走んないとさ、あれ生まれないのに。ケイタさん出しやすかったね。まあ、吉尾がボール持った時動くからな、これ。吉尾も雄一の時もやりやすかったよ。あ、亮太郎も。伊藤亮太郎。伊藤亮太郎。亮太郎やってるでしょ。やってる。うまかったっす、めっちゃ。亮太郎うまいでしょ。めっちゃうまい。天才。亮太郎もめっちゃやりやすかった。亮太郎は良かったね。毎試合一本すんげースルーパス来て、1対1で俺外してた。ケイティ決めてくださいよ。ケイティって呼んでたな、そういうの。でしょ。ケイティずっと言ってたの。ケイタさんの出しやすさはね、心臓さんの出しやすさとちょっと似てる気がする。でも1列目でその俺は2列目だから絶対出しやすいじゃん、うん、時間あるから、ラインとのこの駆け進む時間があるじゃん、絶対走ってる時間が長いから見えやすいんですよ。そうだよね。だ1列目の人ってさ、キュッて動いたらピョンって出さないとさ、もうすぐ切れないとちょっと難しくない？心臓さんはそれが見え、なんか見え、なんだろうね、あれ動き出しが目に入るんですよ、めっちゃ。へー。ケイタさんもそうなんだけど、全然俺は出せなかったけど、出しやすかった。ユンカすごい。いや、ちょっと化け物ですね。あれすごいやっぱ。本当に化け物。なんかさ、ユイチとかさ、ポンって裏に出したらさ、もう独走じゃん、ラインの裏にさえ置けば。シンプルに足が異次元、速い。やっぱ速いんだ。伸びがやばい。なんか俺、昨日ちょうどなんか YouTube で見てて、天皇杯のゴール集みたいなやつの。相模原のやつからさ、ポンって取ったらそのままギューって言ってた、全然立ったじゃん。なんなんばっかっす。ゆういちくんがクリアで蹴ったボールを裏に落ちたら、それ、ヨーイゾンで勝った。シュート打つ。見た。何回かあった。ゆういち2、3回あったでしょ。うん。あいつにあれで。ライン高いと3球になるってこと。そうっすね。でもやっぱさ、J2 からさ、行った選手がさ、秋元くんもそうだけどさ、うん、活躍しててすごいね、レッツはね。サイドバックやってたよね、ウィングバック、サイドバック代表入ると思ったんですけどね、バックで、うん、やっぱさ、強度すごい、ね、強度すごいし、栃木の時も思ったけど、うん、強度半端ない、強度マジすごいね、見てて気持ちいいね、気持ちいいっす、スプリント吉田好きだもんね、大好き、俺大好きです、楽、一瞬やってて楽、酒井宏樹君もそうですけど、そこでボール取ってくれるとか、確かになんか普通5部、4部、6部ぐらい、うん、諦めるじゃん、周りは、うんうん、それが前もになる楽さ、頭がいい方が生き残れる、多分うまいように、うまいっていうのはさ、そのボールを持った時がうまいっていう話じゃん、きっと、うん、うまいって、そうですね、そうだよね、表現としてね、好きっすよね、みんな、うん、でもあいつうまいんだけどなってこともよく聞くもん、確かに吉尾ほんとうまいんだけどなーで終わらなかったね。まあまあ、だって吉尾のタイプはさ、どちらかというとそうなりがちじゃん。でも俺そこまでうまくないですよ。いや、うまいよ。いや、まあ、でも吉尾やっぱ走れるからじゃない、まあそうっすね、圧倒的に走れますね、守備するじゃん、優勝のタイプって守備しないじゃん。確かに。割と、そういうな。元ボランチですから。華麗なさ、こう、ボールタッチをする選手ってあんま守備しないじゃん。うん、出れなかったのは良かったですね、琉球で、下手に。なんかだんだんこう、試合出れない期間が続くにつれて、吉尾がなんかちょっと、荒々しいタックルを超えてって、うん、あ、なんか俺いいなと思って。してましたね。それそれやと思って。もともとでもそういうタイプ？いや、そこまでではないですけど、うん、まあ、走れるから守備とかはしてた。うん、ああ守備をねしてましたけど、でもあれガツって言ってさ、ボール刈り取れるのとさ、そうじゃないのでさ、印象全然違くない？そうですね、普通に取るのとさ、ボール取れるようになった、確かにめっちゃ取れてたじゃん、フィジカルはちょっと追いつきましたね、ああ最初に比べて、うん、ああなるほどね、確かに最初なんか弱々しかった、そうマス君、うん、マス君に「石食え」ってすげえ言われてたので、マス細すぎやろ、マスすごいもんな、マス君はすごい体すごかったな、人、あいつ体だよな、うん、あの時の琉球マジうまかったっすよ、超覚えてる、ポゼッションとか、うーん、ちっちゃいゲームとかでサブ組マジかなわなかった、切り替えが早かったっす、ほんとあの時、最初な、うん、最初マジ切り替え早かったな、うん、勝ってる時な、ボールまあ持てない、俺あとあの頃の琉球に今入ったとして試合出れる自信全然ないっすよ、いや出れるだろ、いやいやマジ全然自信ない、レベル高っかと思ったよ、ほんとに。それは良かったっすね、ほんとに。レベル高っかと思ったんだ。レベル高いし、意識高いし。ああ、でも真面目なやつは、うん、多かったよね。ほんと本当真面目だった、みんな。だから、でもいいチーム来たな、すげえ。楽しかったっすね、あの頃。出れなかったけど、なんだろう。
納得して出れない感じ。まあ納得マジで納得してなかったな。納得してないでしょ途中から。てかあれでしょ、頑張って、あの鹿児島戦でやっちゃってそっから本当に出れなくなって、そうですね、そっから吉尾がなんかまた良くなったじゃん、うん、そうですね、良くなりました。出れないながらも練習絶対良くなってたじゃん。帰ってでも練習で頑張ってよ、あれですね、これでもまだ出れないのかみたいな、このプレイしててまだ出れないかみたいな思ってたの。思ってました。でもそしたらでもじゃあもっとだなって思うじゃないですか。あそれが良かった。あ良かったな、本当にスーパーになんなきゃみたいな。でもさ、なんかさもう、まあ、オチとかさ俺とかさ、うん、使われないなみたいな感じだったじゃん、うん、そうだったよね。たまにあるなんか練習試合とか頑張ってさ、頑張ったね、たまにしかできないじゃん、エスファーとか、うん、それがそんなことしてたのに徹底試合出てますよ。まあでも驚かないけど、まあ、そういう考えるとレベルに差とかあんまないですよ。本当にレベルに差はないっていうけどあるんだよね。まああるんだけど、どっかどこにあるかっていうのも難しいけど、まあ、ここですよね。だからやっぱ結局一個で思うのは、うん、結構一体強いですよね。何がバトルが、あの講師の相手、うん、そこそこ、うん、それはやっぱ大事、うん、は大事みたいな。成長したみたいなノリあるじゃん、うん、まあ、成長してるけどさ、よしお、うん、でもあんま変わってないですよ。いやなんか俺はなんか一緒にやってた、その出てない時も知ってるから、うん、いやもともとうまかったよ分かるじゃん言ってる意味、分かる分かる、もともとうまかったんだよって。だってそんな1年やそこらで劇的に成長するってあんまないですからね、うんうん、ただなんかさ自信とかそういうのあるじゃん。そうそう、持ってるものが出せるようになるとかはあるけど、もともと普通にうまかったよって、それをみんなに伝えたいまあでもみんな言ってくれてましたかね、うん、それなんかレッツ行ってなんかすごいね活躍みたいに言うじゃん、うん、でも多分オチも思ってると思うけど、いや優勝それぐらいやるでしょみたいななんかいやもっとやるでしょみたいな。でも最初出始めた時それすごい俺言われたから、ね、めっちゃいいねって。いやそうね、あの小泉くんすごくないみたいな、 YouTube とかのコメントもさすごい活躍しますねって。いやもっとやると思うけどな。まあでもすごいけどね。まあ運です。まあでもやっぱ人生変わるじゃん。人生変わりましたよ。J1 行って変わりましたよ。めっちゃさなんかこう変な感じにならなかったの。どういうことですか。だから琉球で試合出始めてもさ、うん、別にめっちゃチヤホヤされるわけじゃないじゃん。行ったらその友達とかさ、うん、そこまでには伝わらないじゃんきっと。そんなでもチヤホヤされなかった。え？列で出て？うん。みんなすごいねすごいねって言ってこなかった？言ってきますけど、だって自分が一番分かってるじゃないですか、うん、そんなにすごくない、もっともっとっていう気持ちがあるから。いや、そうですよ、すごい人もっとすごいじゃないですか。まあまあそうだな。だって突き詰めていくとメッシとかイニエスタ目指すことになっちゃうじゃないですか。うん、まあ、そういう戦いだもんね。そうそうそう、で次は代表に行ってみんな行ってくるしな。そうそうそう、でもまあまだちょっとまだそんなじゃない。一時ちょっといけるかなと思った時期あったんですけど、うん、ああちょっと本当の代表レベル見たらまだ足りないな、足りないっていう。本当の代表レベルって誰？いや、その坂弘樹くんとか、うん、まあ、やっぱイニエスタ見ちゃったんでね、うん、見ちゃったんでね、見ちゃったんでね、もう無理ですね、あれ見ちゃった。あれすごい、あれ見て完全に調子崩しました。崩した？うん、あ、もう あのレベルになりたいと思っちゃって、うん、やっぱボール持つじゃないですか。あ、まあ潰されて持って何かしたいっていう、そうそうそう、吉田くんの悪いと思う、あのパターン出た。そう、一旦持ってからなんかして、そう、なんかしたくて、うん、俺多分自分のその能力のグラフみたいに作ったら、うん、割とまんべんなく高い、うん、あそうだね、けどなんかキックが突き抜けてるとかじゃないじゃないですか、うん、だからなんとなくうまいよ、なんとなく生き残れてきた。キックはうまいんじゃない。あと両足蹴れるじゃん。まあ両足蹴れるのは、両足蹴れるのすごいけどね。両足蹴れるのが一番のポイントぐらいですね、ポジションにおいては最強、うん、逃げ道が片側切られたら逆に行けばいい。両足蹴れるのとさ両足触れるのでかくない？そう、触れるドリブルじゃん。ドリブルがでかいです、ね、あれすごいよね、両方ターンできるじゃん。それが一番得してる。両方ターンできるのマジすごいよ。俺右足ばっか。ビルドアップでまあはまんないですよね、両足使えると。それ言ったらケイタ様はまあはまるイメージない。いや俺は人に助けてもらうから。まあまあそれがうまい、ね。自分でどうにかできないけど。ケイタさんの当てて潜っていくやつ好きだったので。でも吉田あんま返さないじゃん。言われてた、確かに。返せよって。確かに。ターンしちゃうんだな。そう。ターンしちゃうのよ。俺も逆に触れるからとか言って。
また狙ってないから。まあ、うまい。え、チャラ、チャラ、チャラ。もう2回使わないじゃん。